私だけだと思ってた。双葉さんって目つき悪いし怖そう。ちょっと聞こえちゃって。バッチリ聞こえてますがな。高校に入学して早2ヶ月、誰一人友達ができなかった。性格も暗いし、何しろ目つきがこんなだから。ああ、なんか食欲失せた。わざわざ聞こえるようにいるクラスメイトも悪質だけど、こんなの昔からだし、慣れっこだからそんなにダメージはない。やっぱりお腹空いたな。お弁当持ってくるんだった。このフロアいい匂いがする。匂いの元はここ。でも理科室なんて普段使われてないし。は？なんでこんなところでラーメン。お昼よ、何か問題でも。いや、本格的だなって。インスタントよ、具材はコンビニで集めてきた。なるほど、すごいなコンビニ。湯沸かしは？アルコールランプ。美味しそう。うふ、お昼まだなの？具材余ってるし作ろっか。え、いいの？ごちそうさま。いただきます。おいしい。涙出るほどおいしかった。ちょっとこの後付き合ってよ。こんなところ無許可で入っていいの？私はよく来てる。アリアさんよね、同じクラスの。教室ほとんど行かないけど覚えててくれてありがとう。で、質問なんだけど、なんでさっき泣いてたの？え？何か嫌なことあったんでしょ？理科室に入ってきた時からなんか気に病んでそうだったわ。そんなこと、なんで？職業病かしら、私医師なのよ。医師、私たち高校生よね。まあね。ラーメンでお腹も満たされただろうし聞かせてよ。カウンセラーの資格は取ってないけど相談ぐらいは乗れるわ。あれ、よく考えてみればアリアって、あなたもしかしてこの辺で有名な財閥の？あはは、財閥なんて古い古い、昔うちの一族がそうだっただけ。今じゃ財閥なんて言葉使わないわよ。で、うちの両親大使だから家柄として私も医師やってるの。本当は高校なんて行く必要ないんだけどね。前のテストオール満点取ったって噂マジ？噂されてんの、知らんかった。もういいでしょ、そろそろ話聞かせてよ。あ、なんかごめん、私ばっかり質問攻めして。多分私、いじめられてる。とはいえ、昔からずっと出し慣れてるけど。私の容姿がいけないんだ。妹は可愛いのに、私はどうしてこんなに愛想悪い顔なの？睨んでないのに睨んでるって言われる。アリアさんはどう思う？私の顔。別に普通だよ。可愛い可愛くないなんて人それぞれの価値観だから正解はない。アリアさんは可愛いからそんなこと言えるのよ。アリアさんなんて教室行けば絶対に人気出るもの。友達どころか彼氏なんて簡単にできちゃうわよ。こんな容姿が羨ましい。なのにどうして一匹狼演じるの？双葉さん、落ち着いて。アリアさん。双葉さんだけじゃない。私もだから。同情しないで、私と一緒にしないで。ちゃんとした友達なんていたことなかった。ありえない。ほんと。授業終わったしどこか遊び行こう。行く。私も行きたい。遊園地行こうよ。私チケット3枚お母様からもらったの。ほんと、行きたい。お嬢様、こんなところに。もう、家庭教師の方がお見えになっております。早く帰りましょう。少しでもサボればお父様のお叱りが待っていますよ。ごめんね、二人とも。今日は名門大学医学部の過去問を解いてもらう。こんなのわかるはずない。お父様の期待を裏切るつもりですか？大丈夫です、お嬢様ならできます。
わからないところはすべて私が教えて差し上げますから。今日はリアさん休み？なんか研修に行くらしいよ。よく知らないけど。いいか、よく見て学ぶことが大切だ。一度きりだから、しっかり観察するように。これは胃がんの人の内臓だ。アリアさん大丈夫？こら、それでは一人前の医師にはなれないぞ。ごめんな、さ。学校来て早々寝てる。それでいつも試験で1位取るのマジでエザくね。そんな感じで私も私で結構うざがられてたの。でも父様の期待に応えるためには頑張らなきゃならなくて、今じゃ父様より腕いいねってよく褒められるわよ。アリアさん、ごめん、私何も知らなかったから。だって言ってないもん。こんなこと話したのは双葉さんが初めてかもしれない。そうなんだ。あ、あのさ、ラーメン作ってもらって、さらには話まで聞いてもらって厚かましいかもだけど、私と友達になって。うん。え、もしかして嫌だった？友達は作るんじゃなくて、できるものだよ。いいよ、友達になろっか。もう、よしられるかと思った。ねえ、下で呼んでいい？自由に呼んでくれて構わないわよ。じゃあ、静か。えへへ、静か好き。あ、今の好きは友達としてだから。好き。先生に車椅子押してもらうの好きなんですよ。先生、昨日の薬でよく眠れたわい。ありがとう。好きになっちまうよ。あ、ばあさんに怒られちゃう。先生大好き。めぐみも私の患者の一人かな。いや、私元気なんだけど。